遊んで、学んで、レビューする。ともやんチャンネル、クエストレビュー。はい、どうも、ともやんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はプレスタレビューということで、エレキットから出てますフォロダークエディションですね。2021年の4月に出ました限定モデルを手に入れたので、こちらを作っていきたいと思います。作るといっても僕が作るのではなくて、小学校3年生の息子にね、作ってもらいたいと思います。オープン。めっちゃ容器部品入ってますね。箱に目いっぱい入ってるような感じでしょうか。ちょっと出してみましょう。これは作りごたえありそうですよ。まずはじめに組み立て説明書を見てみます。結構分厚い説明書になりますね。対象年齢が10歳以上というふうになってました。うちの息子には少し早いかなと思うんですけども、わからないところとか、やりにくいところとかできないところっていうのは僕がサポートしながらちょっとね、組み立てていきたいと思います。はい、組み立て開始から1時間ちょっとが経ちました。
なかなかのペースで、完成に近づいてるんじゃないでしょうか。これはちょっと首は動かないみたいですね。なかなか愛嬌のある可愛らしい顔してます。それでは残りも頑張って作っていきましょう。一応完成しました。こんな感じですね。1時間半ぐらいかかったかな。2時間ぐらいかかったかな。ん、どこが難しかったですか、みっくん。いやちょっと説明します。なんかネジをなかなか止められへんから、ちょっとね、代わりに僕がちょっと止めるような部分があったんですけど、置いとこうか。足が難しかった？うん。めっちゃ可愛いよな。これあとどうやって操作するかっていうのは、また説明書見ながらやってみたいと思います。いや、この後ろに。あ、後ろに書いてる？なんかね、2つのモードで遊べますよ。仲良しモードっていうのと、簡単、探検モードですね。どうやらセンサーがね、ここですね、この辺にセンサーがなんかついてるみたいで、障害物をどんどん避けながら勝手に歩くっていうこの探検モードで、仲良しモードって言ったら近づいてくるのかな、後をついていったり、近づきすぎるとバックしますみたいな、なんか結構ね、このモード切り替えたりして遊べて結構楽しそうですよね。で、この6本足っていうのがすごくポイントになってるんじゃないでしょうかね。で、電池ボックスはこの横からこう電池を抜き差しするようになってるみたいです。まあこんな感じですね。赤外線センサーね、単4電池4本で動くようになってて、まあ結構ね、見た感じすごい可愛らしくて、結構楽しめそうですよね。何台か持っとったら楽しそうやな、これ1台だけじゃなくて、10台ぐらい、はい、まあどんな感じでしたか。楽しかった。モーター後ろ。モーター、お前な、後ろからモーター見えとんな。ミニ四駆のモーターみたいなのが見えてますね。うん。どの辺が一番難しかったかちょっと言ってみてよ。一番？うん。足、やっぱり足の部分？うん。足の部分が難しかった。これちょっとこっち置いておこうか。うん？足の部分忘れとったもんな、最後ここ来てんの忘れとったもんな、はい、
じゃあまた、走行動画っていうのを走らせる、実際に動いてる動画っていうのはまた今度お伝えしようかな。もう疲れたな。うん、結構頑張りましたんで、なんか疲れてるような感じなので、はい、じゃあまた次回に続きます。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。バイバイ。一回ちょっと電源入れてみて。で、モードが、うん、モードは、いや、なんかカタカタ言うと、仲良しモード、探検モード、ちょっとその辺まだ研究せな分かれへん。おお、なんだ。